鉄鉄こてつ鉄鉄こてつ鉄鉄こてつのこてつワールド。本日は四国の FM 眉山にお勤めの瀬戸さんとですね、インターネット経由でお話を伺います。瀬戸ちゃんってなんか親しく呼んでま、よろしいんですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、はい、こちらの FM の805丹波ということで、兵庫県はね、丹波市の方から、インターネット経由で、今日は徳島の FM 眉山ラジオを聞きの方ね、初めてって方もいらっしゃるかと思うので、まあ、徳島といえばね、阿波踊りとかね、それは有名なんで知ってはるんですけども、眉山という名前のついてる言われとか、どの辺に位置してるのかとかですね、ラジオ局までですね、はい、はい、ちょっとお話伺ってもよろしいですか？はい、ありがとうございます。 FM 眉山がある徳島市はですね、徳島県の中で、兵庫から行くと鳴門が多分入り口にあると思うんですけども、鳴門からですね、国道にこう走ってく、国道沿い走ってきて、川、吉野川という大きな川があるんですけども、その川を渡ったら徳島市がこうあるような場所になります。で、その徳島市の、シンボル的な存在であるのが、この FM 眉山の名前にもなっている眉山という山になるんですけども、眉山っていうのが眉ですね、眉毛の眉、はい、眉に山と書いて眉山と読むんですけども、その字の通り、こうちょっと平べったくて長い山になるんですね。それが眉山という山になります。さだまさしさん原作で小説も出てるので、もしかしたら知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですが、この眉山という山がシンボルの町がこの徳島市になります。ということは、徳島の人はもう眉山といえばこの眉毛の山というのがわかるわけですね、はい、そうですね。そうか、眉山だけって聞くと、この美しい山と書くのかなとも思ったりしたんですけども、Google のですね、で検索するとマップでね、ちょうどね、時間的に車で行くとね、丹波から2時間半なんです。淡路島を明石大橋渡って、鳴門大橋渡って2時間半でちょうどスタジオまでという感じですわ。またその、ね、ぜひともまた一遍ね。行きたいですね、はい、遊びに来てください、はい、そんな FM 眉山の、瀬戸ちゃんで なんか慣れ慣れしいですけど、すいませんね、瀬戸ちゃんで大丈夫ですよ、はいはい、私はこてつと申しますので、はい、こてちゃんと言っていただければ結構ですが、はい、はい、それからね、瀬戸ちゃんは実は防災士というね、資格も持ってらっしゃるということなんですけども、これも番組にもそういう防災の関係の番組も持ってはるんですか？そうですね、コミュニティ FM 局に勤めている立場として、防災士の資格をですね、うちの社員が順番に取っていくっていうような流れがありまして、で私も3年前ぐらいに、資格を取得しまして、で当時取った時は、徳島に住んでるので、いつか災害の備えせないかなと思いながらも、何から始めていったらいいかよく分からなかった中での、資格取得だったんですけども、いざ勉強してみたら、このままだったらこう自分の命もそうやし、大事な家族の命も守れないんじゃないかなっていうのをすごく感じて、そこから実際子供が子育て中のママなので、ママ防災士っていうカテゴリーを勝手に作ってですね、でママ防災士として、ラジオの方で子育て情報番組で発信をしたり、で去年の秋からはもう防災に特化した番組っていうのを、周りにいる防災士の仲間と一緒に作って、ラジオの方からも情報発信をするようになりました。ほー、これその眉山の、スタッフは防災士順番に取ってはるんですか？そうなんです、社員に限るんですけれども、FM 眉山の社員が大体10人弱ぐらいいるんですが、
まあ、入社してまあ、タイミングもあるとは思うんですけれども、はい、それこそこちらの番組にも出られてた光月先生がお勤めの徳島大学さんの方で、うん、防災士の資格取得の講座を毎年されているので、まあ、そちらにこうタイミングがあった社員が順番にこう受講に行って、で年に1人とかまあ、ない年もありますけども、そうやってこう、うん、社員が資格を取得するっていうようなことになってますね。おお、いやでも資格をね取るってことはやっぱりええことですよね。そうですね、はい、なんか普段から、まあ、情報発信の立場にいるので、まあ、ある程度こう最低限の知識っていうのは、まあ、持っていたんだろうなっていう、自分なりのちょっとしたこうまあね、安心感っていうのもあったんですけれども、いざこう専門の先生方に教えていただくと、全く知らなかったことの方が多いですし、それこそ災害って毎年毎年こう新しい災害が起きて、またこう被害の現状であったりとか、そういったものが変わってきているので、まあ、そういった風に新しい知識を常に入れていくっていう意味では、やはりベースとしてその防災士としての知識を得るっていうのがあると、そこからこうプラスアルファしていくだけで、そういったところに対応していけるので、やはりこう基本として防災士の知識を学ぶっていうのはすごい今になって、ああ良かったなっていうふうには思いますね。そうですね、特にその南海トラフ地震がもう必ず来るって言われてるじゃないですか。はい、で徳島の方はそういう意味では意識高いと思うんですよ。実はね、ここ丹波市っていうのは兵庫県のちょうど真ん中、ほんま山の中なんですよ。はい、でもう絶対津波来おへんっていう頭からあるし、意外とその南海トラフ地震が起きるけど、うちまあ関係ないやろという感じないけど、だいぶ意識が違うと思うんですよね、その辺は。そうですね、まあ、やはりこう住む場所によってこう起きうる災害っていうのは様々あると思うので、はい、まあ、徳島の場合はそういった南海トラフ地震であったりとか、あと中央構造線という特化型の地震も警戒されてますし、あとまあ毎年必ず台風もね来ますし、まあ、そういう意味ではその丹波の方でも台風とか大雨だったりとか、そういったものにはやはり皆さん備えが必要なのかなという気はしますが、いかがでしょうか。うん、実はね、そのここのラジオ局も実はできて6年になるんですけども、そのできたきっかけっていうのが、その丹波市の豪雨災害っていうのがあって、そこで非常災害放送局ってのをやったんですよ。それがまあきっかけではあるんですけども、うん、でその時にその防災士の資格をという話も出てて、ラジオ局のメンバーじゃないんですけど、はい、ね、ボランティアで来てらっしゃる方で、何人かね防災士の資格取られた方がいらっしゃったんですけど、その時私もね目指そうかなと思ってそのままになっておりましたけど、はい、今日お話聞いたんで、ちょっともう一遍ちょっと再開チャレンジしたいですね。ぜひ、はい、やっぱりいろんなことをね知ってるのと知らなくて、やっぱり話聞くんやったら、やっぱり突っ込みどころがねやっぱりね違いますし、より初めて聞く人にもやっぱり分かりやすく伝えられると思うんですよね、うん、そういう意味ではね、はい、だからその確かにそのラジオ局でね、その撮ってる順番に、まあまあ反強制かもしれんけどもまあ撮らされたと言っちゃごめんね、語弊があるけども、いいえ、ね、まあそのきっかけをね、うん、与えてくれたのがやっぱりねええ取り組みやと思いますね、うん、はい、そうですね、なんかやはりこう情報を伝える側の人間として、言葉の意味をこう理解して伝えられた方が、特に災害時っていうのはこう緊急のことなのか、それとも優先するものが他にあるのかっていう、そういう情報のこう取捨選択というか、そういったものも必要になってくると思いますし、まあ、伝える方のその声色というか、このテンションですよね、雰囲気によっても多分伝わ
伝わり方っていうのも変わってくると思うので、やはりこの言葉の意味だとか、その緊迫している状況だとか、そういったものをこうしっかり理解して伝える必要があるなというふうには思っていたので、そういう意味でもやはりそういう基本的な知識を学ぶっていう場は継続して必要だなというふうには思いますね。うん、確かにそうですよね。まあそれはその防災士に限らずとは思うんですけどもね。で、今徳島の方では、どこともそうなんですけども、ね、コロナの関係で、ここのスタジオもそうなんですけども、スタジオね、ちょっとやっぱり狭い空間で、ね、ガラス窓でこう仕切られたとこなんで、密にならないようにということで、いろんな対策をして、ちょっと緊急事態宣言が間もなく出るというようなことも言ってるので、従来ですとね、マイク4本でゲストの方ね4人来て喋ってらっしゃるのを、1人までとかね、いろんなことをしてるんですけども、FM ビザの方でもやはりいろんなコロナ対策は、ラジオとしての対策はされてるんですかね。そうですね、やはり昨年の春以降は、ゲストの人数をできる限り減らすですとか、スタジオ内にこう透明のパネルをこう設置したりですとか、あとはこちらもともと観光施設というか、アスティ徳島というライブ会場にもなるような、ホールがあるところにこう中に FM の局があるんですけれども、普段は外にこう放送の音を流して皆さんこう散歩してる方とかも聞けるようになってたんですけど、そういう環境で密になるような状況を生んではいけないなということで、今はこう外に音を流すのをやめたりですとか、できる限りそういう人と人との接触ですとか、人数を減らすとか、あとは基本的な感染症対策っていうものを徹底してるような感じですね。なるほどね。やっぱりどことも、対策が、大変やと思いますけどもね、やっぱりなかなかやっぱここでやっぱ発生しちゃうとね、電波が止まるっていうのはやっぱり避けたいとみんなが思ってね、どこともやられたかと思うんですけども、それは今後ともちょっとなんか長引きそうな感じしてきましたね。去年本当こんな長引くとはね思ってなかったんですけども、はい、そんなこんなのですね、今日は FM ビザンの、瀬戸ちゃんとお話を伺っておりますが、瀬戸ちゃんの方からですね、今日リクエストをお聞きしてるんですけども、ご紹介していただいてよろしいですか。はい、私が今のお仕事、ラジオの仕事を目指すきっかけになった方の曲を今日はちょっとかけさせていただこうと思います。愛子さんの一曲で、あなたと握手です。この曲には思い出があるんですか。そうですね、昔よく深夜ラジオを聞いてた時に出会った曲で、はい、ラジオとよく似てるんですけども、いろんな人とつながるっていう意味で、こう心と心がつながるような歌詞が印象的なので、とても好きな一曲です。いい曲ですね、これまたね、さすが瀬戸さんありがとうございます、はい、本日は FM ビザン、徳島の放送のパーソナリティ兼、いろんなスタッフ兼、社員さんの瀬戸ちゃんとね、お話をインターネット経由に伺っております。瀬戸ちゃんの方で実際にその番組もねやられてるということで、番組の、何本かやられてるんですかね。そうですね、はい、一番最初にパーソナリティさせてもらったのが、徳島子育て課という番組で、子育てを徳島でされている親御さん向けに、情報発信をしようというところで、ラジオ、防災士の資格を取ってからはその番組をベースにこう子育て防災みたいなのを発信をしてきてまして、でその後に去年の秋に先ほどもお伝えしたラジオ徳島防災委員会っていう方を立ち上げました。なので、子育て課の方では毎回というわけではなくて、
まあ、9月であったりとか1月であったりとか、そういう防災の節目になるようなタイミングで、まあ、改めて親子で防災考えませんかということで、発信をしてました。でその中でちょっとこう誕生したアイテムがありまして、うん、このじゃ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 ーん、パーソナルカード作りあのパーソナルカードっていうアイテムがあるんですけれども、はい、はい、あのまあ、あらかじめあのお子さんのこうパーソナルな情報を書き記して、うん、それをこう普段から持ち歩くカバン、例えば通園バッグとか、はい、ランドセルとかに入れておくことで、まあ、親と子供が一緒に常にいられるわけではないので、こう離れている時に、はい、被災した時に、うん、近くにいる大人の方がその子のためにこうできることっていうのが分かるようなカードになっています。はー、はーい、なるほど。まあね、通学途中やったらね、ランドセルにまあ名前が書いたりしてあるだとは思うんやけど、より詳しい情報を書いて駒や常に持って歩いてるっていうことですか？そうですね、やはりあの小さいお子さんだと自分のこう名前は分かっても、うんうん、お父さんお母さんの連絡先が分からなかったりとか、まあ、アレルギーがあるお子さんでもちょっと我慢してしまって言えなかったりとかすることもあると思うんですね。そういった時にこうあらかじめその子の特性ですよね、個性とか特性を書いておいてあげることで、まあ、そばにお父さんお母さんがいなくても、例えばその子の隣にたまたまいた大人の方が見て、あ、この子は、まあ、例えば私エビアレルギーなんですけど、あ、エビがこの子は食べられないんだって分かったら、じゃあエビ線はやめておこうとか、うんうん、そういった行動のきっかけになるカードになるので、そういったものを、うん、まあ、みんなで持っておいてはどうですかっていうような提案をさせていただいたりとか番組内でもしましたし、あの実際にこう講座という形で親子が集まるところでお話をさせていただいたりとか、そういうふうなこともさせてもらいました。はあ、まさ、まあラジオで呼びかけてるし、ね、そういった機会に、ね、作られてると、利用されてる実際にお子さんもいてはるってことやね。そうですね、まあ、実際にあの作って持って帰っていただく方もいらっしゃいますし、うん、今 FM ビザのホームページの方でもあの無料で公開中になっているので、まあ、そちらを印刷して作っていただいても大丈夫ですみたいなご案内もあのずっとさせていただいているので、あのこの間たまたま行ったあの防災のイベントで、あ、これ私前作ったことがあるみたいなことを言ってくれた子がいまして、あ、少しずつちょっと浸透してきてくれてんのかなっていうふうには最近感じ始めたばかりでございます。なるほど。まあでもその自分がその防災士ということでより意識があるからこそできたアイディアなんですかね。そうですね、まあもちろんこういうあの視点、防災士としての視点を持ったっていうこともあると思うんですけども、まあ、その学んだ時にやっぱりこう自分の子供を守るためには自分が生きていなきゃいけないけど常に一緒にいられるわけじゃないんだなっていうことを、まあ、学ぶ中でこう想像したので、やはりこう子供、子育てをされているお父さんお母さんだと多分同じような想像が、あの情報さえ知っていればできるんじゃないかなと思ったので、その想像する素材材料としてこういうカードを作ったら、あ、みんなちょっとこう考えてみようかなって思ってもらえるんじゃないかなと思って、まあ、ものにしてみたっていう感じですね。なるほど。でもそれもやはりいろんな方が、ね、使ってらっしゃると、ここやっぱりもうちょっと改良したらいいとか、いろんな声もやっぱり聞かれるんですかね。そうですね、まあ、あの大きくは、まあ、こちらの今作っているものをベースに皆さんあの作られているパターン多いんですけど、こう渡した時に反応があるのが、あの高齢者のおじいちゃんおばあちゃんとかが、あ、これ私たちも使えるよねとか、これ私たちにも必要よねっていうのをすごい言ってくださったり、あとはあの外国人のボランティアの受け入れをされている NPO の方もいらっしゃるんですけども、こういったものってこう外国人の方にも必要なんじゃないかなっていう風なお声をいただくことがありました。やはりこう日本に来られてる目的がこう、ね、あのそれぞれその人によって違いますし、長期でいるボランティアの方とか、観光の方いらっしゃっても、こう短期で
あ、本当に短い間だけ旅で来てるみたいな方もいらっしゃるから、そういった時にこういうのが、ね、あのベースであれば、あのその英語しか喋られないとか、その外国語しか喋れない方にも、こちらから何かできることないですかっていうきっかけにもなるのかなというふうに、あのその意見を聞いて思いましたね。なるほどね。確かに、まあその、まあ、1枚の紙に書くことによって中の、ね、情報ってたくさんあるので、ね、初めての方がそこまで根掘り葉掘り聞くのは、ね、確かにいい方法ですね。で特にその、うん、お子さんが持ってるってのはやっぱり大人からしても非常に助かりますよね、もし非常時にね。そうですね、やはりこういろいろ各枠を考えてるときに、このカードをご覧になった方へのお願いっていう枠を作ったり、あとはあの不安になるお子さんへのメッセージをお父さんお母さんから書いておいてくださいみたいな枠を作ったり、うん、あのまあ、こういう情報はもちろん大事なんですけども、そういった気持ちと気持ちをこうつなぐっていうところも、やはり災害時っていうのはあの安心できるっていうのもすごく大事なことだと思うので、そういったお父さんお母さんからのメッセージを書いておくっていうのもあの、まあ、防災の一つなんだよっていうことをちょっと考えてもらえたらなっていうふうに思って、この枠も入れたりしました。なるほど、それからその実際にそのママさん防災士という意味では、子どもに分かりやすいその防災の話みたいなこともされているんですか？そうですね、やはり今子どもさんたち保育園とか幼稚園とか小学校で、あの地震が来たらじゃあまずダンゴムシのポーズとかっていうのはもうみんな子どもたちもしていると思うんですけど、その次の一歩とか、実際にこうじゃあ逃げてみるとか、実際に逃げる先を見に行くとか、そういったところであの防災の散歩とかの提案をしたりですとか、あとはやっぱりこう同じようなあの年齢の子たちも、あの東日本大震災ですとか阪神・淡路大震災ですとか、そういったところでこういう経験をしてきたんだよっていうようなあのことを知るきっかけになる絵本とかもたくさんあるので、そういったところで絵本を入り口にして、あ、日本ってこういう災害が起きることがあるんだなっていうのを、あの直接的ではなくてこう柔らかいところからあの切り口で絵本の読み聞かせをしたりっていうこともやったりはしています。おー、でそれをまあ実際にそのラジオ番組として作られて流されてるということですかね？そうですね、そういうこともしてます。あとはあのアウトドアの体験を一緒にしたりとかっていうのもしてますね。あのじゃあ電気がなくなったらどうしようとか、水が使えなかったらどうしようとか、そういったところも一緒にじゃあ考えて、経験しておくことで、いざという時にあのこれ前やったことあるっていう風な勇気にもつながると思うので、まあ、じゃあ地震が起きたら何が使えなくなるかなっていう想像から始めて、じゃあそういう火がないとか電気がないところで何が食べられるかなとか、じゃあ火を起こすところからやってみようとかっていうのを実際に外に出てやってみてっていう様子を収録したりとかして放送もしたりしてます。おお、なるほど。これ、うん、あのやる方も結構面白いですね。そうなんですよ。はい、そうなんです。頭ではね、分かるんですよね。停電したら電気がないから、ね、スマホも使えへんし、うん、ガスもないし、電子レンジも使えないっていうのは頭で分かるんやけど、うん、ほんなら実際にどないして食べるんやっていうのは、やっぱやってみないと分かんないですよね。そうですね、やっぱ言葉で言ってても実際じゃあ火をつけるってなったら何がいるのとか、どういう道具がいるのとかっていうのを考えながら、でつけるにもそんな簡単につけるためにはそのための道具がいるし、じゃあそういうのがあの備えないといけないよねっていう気づきにもなるので、まあ用意できてようができてなかろうが実際やってみて足りないところを補充していくっていうためにはすごくいい機会になってるなとは思いますね。うん、確かにあの皆さんその災害が起きたらインフラが止まってしまうっていうのは分かんないけども、ほんなそのサバイバルな体験をしたことがあるかというと、うん、想像の中でしか
とかテレビで見てるぐらいしかないのでね、実際自分で体験するっていうのは大事ですよね。なんか最近はやはりガスコンロさえ見たことがないお子さんがいらっしゃるので、うん、火って何だろうっていうところから入る場合もありますし、やはりこの時代の変化とともにこう備えの仕方っていうのも変わってきてるので、まあ、便利なものもたくさんあるので、そういったものもこう提案しながら、あのそれぞれのご家庭に合った防災をぜひ考えてもらいたいなというような形で発信してますね。あー、なるほど。ということは瀬戸ちゃんも実際にそのサバイバル体験を何回かされたんですか？そうですね、あのデイキャンプっていう形で、あの今年の春ぐらいまで何回かやって、ちょっと夏は暑いのでやめとこうみたいな感じでしたけどこの間は初めて一泊のキャンプに出かけたりしましたが、やっぱりこう暗闇が子どもたちって怖いし、経験したことがなかったりするので、でもこう災害が来た時って真っ暗になるかもしれないよねとか考えたら、じゃあランタンいるよなとか懐中電灯欲しいよねとか、そういう話にもつながっていくので、やっぱりいろんな経験を実際にするっていうことは大事だなっていうふうに思いますね。なるほどね。やっぱり体験ってのはやっぱり一番知識になるしね、やっぱり発展もするかと思いますね、うん。もっともっとねお話伺いたいんですけど、お時間の方があっという間に来てしまいました。本日は、徳島に、ね、ありますコミュニティ FM、ラジオ FM ビザンの瀬戸ちゃんの方にねお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、またよろしくお願いいたします。こちらこそまたお願いします。